機関を待たせ、もうすぐ始まるよ。せーの、アズレンナビゲーション抜秒。オノツン指揮官の主張、ユニオン GA のブレマートンに言いたいことがある。なーにー？イベント報酬でお迎えできると聞いて、イベント終了の4日前に始めた新米指揮官だけど、寝る間も惜しんで頑張ったら無事お迎えできたぞー。始めるきっかけをくれてありがとう。指揮官の皆さん、こんばんは。アズールレーンで千歳と千代の声を担当しています関根ひとみです。アズレンナビゲーション、略してアズナビ、第35回の配信が始まりました。はい、ということで今回も番組の冒頭は指揮官の完成への思いを叫ぶアズナビ指揮官の主張から始まりましたよ。今回はブレマートンということで、私もこの間の復刻でブレマートンだけを入手したので、すごい愛着が湧いていて、しかもやっぱブレマートンってこうみんながブレマートン好きって、か高塚さんとかそれこそブレマートンって言っていらして、私も注目してたんですけど、マジで可愛いと思って、あ、着せ替えとかも欲しいなと思いつつ、なんかこの時の復刻で出た新規のキャラクターとかも、あったんだ、引きたかったのに、なんか新規のキャラとかあるってなんか私全然知らなくて、なかなか引けなかったっていうこともちょっと思い出しました。でもブレマートンは確かに始めたくなるぐらい可愛いので、わかるな。でも私もね、千歳と千代の時は本当にすぐ始めて、ちょっとチャダ引いて満足して終わってたりしたので、なんか気持ちわかります。ありがとうございます。はい、そして今回もこの方と一緒です。はい、皆さんこんばんは。ヨースターで広報 PR を担当してます、運営 M です。わー、はい、今日はね、いろいろとこの前生放送だったりが、結構我々の時間軸的に、ね、はい、終わったばっかりの時間軸、もうキンキンに撮っておりますので、はい、ろいろね、その様子も募る思いがそうですね、いろいろ話したいことがありますので、はい、ということで YouTube でご覧の方はぜひコメントをたくさん打ってお楽しみください。はい、そしてチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。お願いします。それでは始めていきましょう。アズレンナビゲーションスタート。アズレンナビゲーション、この番組はヨースターの提供でお送りします。アズレンナビゲーション、アズレンナビゲーション。改めまして関根ひとみです。はい、改めまして運営 M です。それではこちらのコーナーに行ってみましょう。アズナビメール、私たちパーソナリティへの質問やメッセージなどを紹介していくふつおたのコーナーです。はい、ということでじゃあ早速1つ目紹介していきます。はい、お願いします。テキサス指揮官さんからいただきました。ありがとうございます。4周年記念でのアズナビ出張版お疲れ様でした。ありがとうございます。関根さんが MC を務めているパートも多くて、まだまだアズレンを始めたばかりの関根さんがめんどくさいお兄さんや運営さんを回していると思いながら見ていました。いろんなパートがありましたが、お二人が一番印象に残っているパートはどこでしたか？改めて4周年おめでとうございますとのことです。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、まあ、先ほども言った通りキンキンで撮っているんですが、キンキンのメールすごい速さのメールを送ってくれたってことよね、これ。いや、嬉しい。ありがとうございます。やっぱりね、感想もね、温かいうちに出してくれたんですね。ありがとうございます。関根さんってすごい長時間頑張ってくれたから、最後ね、最後の感想とかでも言ったんですけど、多分オープニング、その振り返りもと、あとアズレンの人気投票を、あと潜入レポートも、まあ、別のあれではありますけど、でそこと、あとはアワーイ、と、アズレンナビゲーションで、ね、最後のだから6項目ね、お疲れ様ですよ。いや、結構、結構出てる、最多レベルに出ていたんじゃないかなと
思うんですけれども、うん、いや嬉しいですねこういう風にね言ってくれると。で結構めんどくさいそれぞれのコーナーにそれぞれのめんどくさい人たちがいたからね、うん、私を除くいやそこをうまくさばいてくれたからやっぱ関根さんすごいな。気づいてないあたりがちょっと一番めんどくさいかもしれないっていうのありますね。そういう人いるよねたまにね。いますよね。そうダメよね。そういうやつは何やってもダメ。そういうやつはでもやらせときゃいいっすよ。気づいてないぞやらせてもダメなやついますよね。いやでも本当になんかあの私がねもちろん出てないコーナーも全部もう全部思い出というか、うん、本当にあのいろいろ尖ったコーナーがたくさんあったなっていう風に結構思っていて、ね、まあ、オープニングからでもやっぱなんだろうな私人気投票が一番、うんうん、緊張したおおってなりました。だからなんか、うんうんうん、やっぱもうこういう生放送とかも結構やる機会も意外と多かったりとかして、うんうんうん、まあ、そんなにこう日々のね、うん、普通にあることとして捉えてたところがやっぱこの人気投票で出る完全なるこの知識量え、でもなんだろうアズナビアワードだとこんなにスラスラ出てきたのに感染のキャラの思い出とかそうなんですよ。なんか人気投票だとすごく緊張しちゃって出なかった。いやなんかこうごそかしかもあのやっぱこの今回の、ね、生放送を見てくださった方は分かると思うんですけど、うん、セットがめっちゃすごくて豪華だったよね。ほんとなんかテレビなのかなみたいなその裏側がね本当にあのテレビのセットみたいな感じになっててすごい豪華だったっていうのもあったりとかあと距離もねもちろんあの普通のラジオよりはあったりもしたのでやっぱあと映されてるってこんなにも怖いことなんだやっぱオタク語りっていうのは陰でやってるからいいっていうかあんなね大々的に出されちゃうと意外とあとやっぱりこうなんだろう私も初めてだろう1年ぐらいなんでまだまだ分からない感染とかも多かったのでこれを機にあもう結果が出てるってことはあこの子こういう子なんだっていうのが分かったんでなんかそこからまた紐解いていろいろキャラの魅力を知れていけたらいいななんていう風に思ったりしました。なんか復刻でその着せ替えとかもあるみたいなんで、うんうん、とりあえず着せ替えだけ買っていっぱい出ますんでいつかねいつか欲しいぞみたいな本体はあのいつかお迎えしていやそうですよ、ね、着せ替えから先にあのお迎えするっていうのも一つの手ですんでやってかもしれないなっていう風に思ったりもしました。私何に一番緊張したかななんかやっぱりその、うん、それこそアズナビとか、はい、祝4周年アズレン公式生放送はやっぱいつものメンバーだったからか結構緊張しなくてリラックスしてできてよかったです。で、逆に緊張したのがオープニングの部分やっぱり始まりってところですごい緊張したしなんか年表出したりとかデータ出したり私が説明するところが結構多かったからなんかそこをしっかり尺が結構パツパツだったの。そうですよね。そうそう。なんかそこを尺を巻きつつでもバーって話してても面白くないからできるだけいろんな人に話を振りたいなって思ったんだけどそこの能力そんなにいやーでも高くないからいや逆にその私からしたらこう、うん、今年初めてこういう風に生放送出させていただいて、うん、なかなかこうどういうとこのタイミングで喋ろうかなとか、うん、こう皆さんがどういう風にお話されるかもわからない中だったんで、うんうんうん、M さんがこう結構振ってくださったりとかするのが結構助かったというか、助かるそう言ってくれるとなんかこういうところでみたいなね勢いでやったとこがあって覚えてないところも多くない？いや確かになんかもう覚えてないぞみたいな今思えばこんなこともありましたねぐらいの感じでなんか結構ノリと勢いでやったところも、いやその M さんだって裏でそれこそそのちゃんとこう作ったりする段階もやって演者もやってても本当に大変だったとは思うんですけれどもいやいやいやこうなんかいろいろと私も歴史を知ってあなんかこんなこともあったななんてすごく楽しかったりもしたしあのなんか最初の振り返りのところでこうなんかこう刺しながらボードやってんのがめっちゃ可愛かったですあれ最初 V 振り全部私でいやいやいやせっかく来てもらってるからみんなから可愛い V 振りもらおうと思っていや唐突にねじ込んで可愛く言ってくださいとかいやでも楽しかった可愛かった高塚さんとかそれこそあのゲストで来てくださってる皆さんもいっぱいやってくださっていっぱいやってくれてかったみんないい方多くてノリが良くてすごい、ね、ありがたかった、ね、楽しかったですよね。いやでもアワーイもすごい楽しかったしアワーイねすごかった。急に番組変わったって感じだった。いやそのなんかあの教育番組人気投票はなんか、まあ、あれもこうちょっとコント仕立て的なところはあったんですけど、そうそうそうアワーイに関してはマジで本当に真面目に私 MC っていうのでちゃんとしてた。結構ちゃんと本当にいやきっとこういう MC ってこういう感じなのかなみたいなのがここになって分かるみたいなのもあったりして、うん、
すごくでも生で見てすごい良かったです。やっぱアワーイの作品をやっぱ生で見れる機会なか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 ったり、なかなかないからね。伝統工芸品に触れることもなかなかないからすごいいい機会だったなと思いつつ、いやめちゃくちゃ面白かった。ズレンを通してこんなことが分かるとはっていう感じでじゃあちょっと2通目の方いきますね、はい、ルシアン指揮官からいただきました。ありがとうございます。関根さん、運営部さん、こんばんは。こんばんは。アズレン4周年記念配信見ました。ありがとうございます。ありがとうございます。お二人ともお昼からずっとご出演お疲れ様でした。そして M さん、ついに念願の滝行に行ってきたんですね。水も滴るいい女でしたよ関根さんも同行されていましたが、はい、当日の様子を詳しくお聞きしたいです、うん、ありがとうございます。確かに映像パートだったのでなかなか、ねまあね、ゆっくり話す機会もなかったんですけれども、結構ねこう割愛されてましたけど、冒頭の夕日仙人との儀式、あれ結構長かったよね。いやマジで長かったですよ。本当に長かった。あれちょっと若干なんかナレーションベースみたいな感じになってましたけど、マジで結構いろいろはぁとかいう以外にもなんか塩かけたりお酒かけたり、お酒ずに手洗うみたいな、なんかいろいろ清めてから滝に入るっていう儀式が長くて、ありましたよね。そうそうそう、なんか九っていう漢字の九っていう数字をこうなんか空に向かって書くみたいな、うん、あなんかそうあったよねなんかあれ割愛されてた悲しい。しかもなんかその私その儀式の部位のところでなんかやたらむせてるところを使われてたんだけどあれめちゃくちゃ言わされてすごいむせてたの。急にむせてるんじゃないのなってるけど、めちゃくちゃえいおーえいおーってなんか確かに。いやでもすごい個性的な方で、面白かったね。ゆり仙人さんもそうめちゃくちゃ面白かったです。面白かった。ホラ貝を吹きながら、あそう滝行のとこまで行くのがめちゃくちゃ面白くて、いやめちゃくちゃ恥ずかしくなかった。あれホラ貝吹くからみんな見てるんだもん。やっぱあそこの滝以外の場所っていうのは結構普通にお客様もいたし、結構なんかそのあそこあんな滝があるとは思えないのぞかな感じの場所なんで、なんかみんながホラ貝吹いてなんかなんかやってるみたいな、そう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 子供たちついてきてたりとかしてめちゃくちゃ可愛くて、で水もめちゃくちゃ冷たくて、そうだそうそう、でもなんかもうしょ出落ちかよって感じなんだけど、滝に向かう前になんか突っこけちゃって、私いやもう恥ずかしいと思って不安になりました。そう怖いよみたいな。でも本当にあそこの滝がめちゃでかくて、そのそうそうそうハーとか言ってる時点の場所でももうめちゃ結構ミストが来るぐらいのレベルの滝行でした ね。どうしても VTR だからさ全部は映せないけど、うんうんうん、めちゃくちゃ不安がってる顔とかめっちゃ割愛されてたもん。もう流されちゃってましたもん ね。わー水圧が強すぎる。そういう非仙人があんまり水圧の強くないところに後で移動してくれた。あなんかもう結構でも皆さん上手かった。なんか滝行が上手いって何なんか滝行しのぎさんがしのぎさんマジで上手くて、修行僧かぐらい今真顔でだー真ん中だったたんですけど、しのぎさん本当にあなたが仙人ですかみたいなレベルの上手さで打たれてたんで、しかもさその終わった後にあれ誰か一人まだ滝行残ってるみたいな、誰か回収し忘れかと思ったら夕日仙人が一人でやってたんでしょ。そうなんですよ。なんか皆さんがこう、うん、お疲れ様みたいなところちょっと V 撮ってた時に、うん、なんか後ろでなんかなんかやってると思ったら本人がやっぱやるんだみたいなしかも全然動じてなかったって聞いたすごいですよね。だから本当に滝行慣れされている夕日仙人は面白かった。面白かったね。いやなんか私も清めるだけ清めて見送りみたいな感じだったんですけどなかなか迫力のある映像になってたんじゃないかな。楽しかったです。 V も面白く編集されてて、いやー面白かった。美容に効果があるって聞きましたみたいなとこピックアップされてていやだって書いてあったんだもん。いや確かに滝行美容に効果なんか絶対ないよ。あれ痛いもん剥げるよ。なんだろうデトックス効果かななんだろう痛い重い沈む沈む。いやでも結構長く入ってたんでなんかでも実際 3,4 分ぐらいだったのかな。あーもう5分ぐらいかな。いや10分20分ぐらいに感じた体感はね。でもそうですよね、まあ、いつまでこれやればいいんですかみたいな。すごかったな。公約果たしたんでもうね、もう自由の身ですよ皆さん。 M はやりました。約束果たした女ですよ確かに良かった。約束果たしましたよ M は。本当にやる人なかなかいないですからね、滝行やろうって言ったとしてももう一ついけます。
はい、フィアット指揮官からいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。アズレン4周年記念イベントの生配信、日曜日がまるまるお休みだったので頭から最後まで全部見届けさせていただきました。よく考えたらさ、最初から最後まで見てくれる指揮官も本当ありがたいよね。お疲れ様だよね。本当に疲れる。見る体力もやっぱあるじゃん。トイレ行くタイミングもいつだみたいなとこあるし。確かに。はい、アズナビ出張版では長妻さんに好みのセリフを言わせるべく、両者のプレゼンに力が入っている関根さんが面白かったです。そして長妻さんが提案されていた両者の家具のサウナ、いいですね。暑さで顔をからめた観戦たち見てみたいですと来てますよ。 ありがとうございます。どっちも両者可愛かった。いや私も結構両者頑張ったんですけど、あれ見るとめっちゃスカスカに感じるっていうかいやでもね、みんな聞いて可愛かったの。関根さんがその当日、私セリフを言ってもらいたいんで両者すごい時間かけて考えてきましたって言ってきてくれて、めっちゃ可愛いなこの時恋もしたいや結構な自信あったんだけどな。長妻さんがまさかのこうあんなにストーリー仕立てで、入ってからご飯からお休みからお風呂までみたいな。いやーすごかった。私も結構なんかここはこういう意味があってみたいな、なんかこうあったんですけど、オブジェ的な意味で、うんうんうん、でもなんか難しかったな。センスを感じましたやっぱり、うん、でもそのセリフ言ってもらう、ご褒美セリフ言ってもらうみたいな感じだったじゃん。なんか趣旨違ったよね。ですなんかなんだろう、ストーリー仕立てになってて寸劇が始まって、ご褒美とはと思いながら、私はすごい面白いからいっかと思って。確かになんか公開でね、そうそうそう、エチュードやったみたいな俺も一流になれる素質あると思うんだよねめっちゃコメントが結構早かったんですけど、でも確実に書いてあったのはそれじゃないよそういうことなのかなみたいな、なんか思ってたんと違うみたいな感じになってた確かに。いやでもね、このアズナビも、うん、あの生放送で出てたのめちゃくちゃ嬉しかったですね。楽しかった。いやなんか普段結構普段通りの感じだったんで、もちろん聞いてくださってる方は分かると思うんですけど、本当にあの普段こういう風にやってますよっていうのをお届けできたかな、届けられたのはすごく嬉しかったですね。嬉しかったな。勝間さんなんか可愛かったな。可愛かった。やっぱりこう一回ゲストに来てくださってる、こう安心感みたいな、終わった後にやっぱりなんか一回やったから全然なんか楽しかったねみたいな感じで言ってくださって、え天使って思ってた。いやもう嬉しかったな。両者はちょっと悔しいですけど、あでも私もその千代田120レベルまで行ったりとかして、うんうん、家具もね実装できるってことで、もうめっちゃ嬉しいです、ね、よかったと思って。そう、ね、ここの本放送では発表叶わなかったですけど、うん、まあ生放送で、いやでもコメントでも120は難しいだろうってなった後の120達成しましたね、こうおーってなってて、なんか嬉しかった。私もうちの責任はやるんですよって気持ちでなんかみんなが結構なんかすごい頑張ったねみたいな風に褒めてくれたりとかしたのもすごく嬉しかったですし、ね、楽しかった。あとはちょっとアバークロンビーちゃんをゲットして、いやーほんとそうですね。長妻さんブログ書いてくださってて、そう一番最後にそうひとみちゃん、あのひとみお姉ちゃんかな、あのアバークロンビーちゃんゲット頑張れみたいな書いてましたよ、ちょっと見よう、うん、ちょっと最近にアップロードされてたばっかりだからほやほやの情報です。後で送ります。ちょっと見よう。ちょっとその家具のね実装とかもいろいろ案とかもね、そうそうそう、考えたいななんていう風に思ってますよ。皆さん楽しみにしていてくださいね。まだまだ話せるんですけど、はい、メールのコーナーは以上です。はい、たくさんのメッセージありがとうございました。引き続き番組では指揮官の皆さんからのメッセージをお待ちしています。アズレンナビゲーション、はい、ここからは先日アズレン4周年記念生放送でご紹介しきれなかったこちらのコーナーをやってみたいと思います。アズレン指揮官のチンプレイ・コープレイ延長戦、課金はい、指揮官の皆さんから送っていただいたアズレンのチンプレイ・コープレイですが、はい、動画などですねまだご紹介できなかったものがたくさんありますので、今回は時間の許す限り延長戦としてご紹介していきたいと思います。はい、そうなんですよ、動画で送ってくださった指揮官もいて、うんうん、これ紹介したいなと楽しみだな思ってますよ。じゃあどんどんいきましょう、はい、
まずは天竺ボタン指揮官からいただきました。ありがとうございます。はい、こちらはですね、アズレンチンプレイ、コープレイで手動プレイだからこそできる、うんうん、手動プレイだからこそできることはないかと思い録画したものになります。うつろ重なりし現象のエクストラステージ、こちら空母を使用しないことによってシューティングの弾よけ感を出せたと思いますと来てますね。エクストラステージっていうのはもうね、あれです、すごそうでしょ、エクストラって普通のじゃないってことですよね。そう、エクストラだけあってすごいのよ。ハードモードとかでもなくて、でもないっていうステージ、そうそう、いつものノーマルハードの回帰ともまた違ったもっと難しい、結構最高難易度なステージになるからね、ちょっとアズレってやっぱ醍醐味としてオートモードがあるっていうところもあると思うんだけど、そことは違った手動プレイ多分楽しめる動画が来てるんじゃないかと思うので見てみましょうか。私の知らない世界だ多分そうはい、ではじゃあ早速見てみましょう。もう曲から厳かな感じがしてきますが、ハムマンちゃんが出撃してますね、短期で。うわ、敵がなんかいつもと違ってもう大きくない？そもそもやって120レベルですもんね。敵がすごそうね。でこう、うおー、うわ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 、すごい。これもう覚えてるよね、パターンをね、こうこうドドドドって来るぞとか。めっちゃすごい。そっか、でこれは空母を使わないから、空母を使うとこの弾幕を消す能力があるんだけど、ね、多分それなしで。やったってことです。無理だよ、しんどいよ。何これ、しかも戦艦のあの当てるの手動、こう細かい余計の時って難しくない？みんなどうやってるんだろう、すごい。これだって自分で手動で狙い定めてるってことでしょ。なんかだって携帯でやってるのかな、なんかこう繋いだりとかしてコントローラーとかでやってるのかな、うん、ビームとか出てて、うわーすごい。っていうかこのこんなモードになるとこんな出るんですね。こんな出る。ヒレさんは今度チャレンジしてみようか、何秒持って勝負しよう。やばいよ私と勝負しよう。多分私もちょっとこれ挑戦したことあるんだけど、エクストラステージ何回か難しすぎて、うわーうわー、なんか敵の技なんだけどちょっと弾が多すぎて逆にちょっと綺麗だよね、うん、あ、おっと、すごいすごいすごい。ハムマンちゃんほとんど食らわなかったよね。すごい。ほんとだ、少ない。そっか、すごい。もうこれは完全腕試しモードだと思っていただいて、すごい、すごいよね、こういうステージがあるんだっていうのがまず、そう、なんか自分でやったらすごいテンパっちゃうと思う。面白い、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。お次がしまもんま指揮官さんです、はい、ちょっと今度は毛色が変わった動画になるのかな。カード 11-4 のボスの仙台を8秒で撃破する動画です、うん、すごっ。1-2ってカウントするからスタート言って、うわ、では早速見てみましょう。スタート。1-2-38-5-5、ニュージャージーだ、6-7-8、あ、ほんとだ、おー、すごっ、すごっ、こんなすぐ終わるの。え、私何秒かかるかな、下は前変わんないと思う。11ですよね、だって11まだまだほど遠いよ。経済は7とか7とか。いやでも進んだね、昔さでもね、でもそうだったのに、120レベルにするために結構あの止まってたんで、うん、きっとそのあの頑張ったことによって前に進めるんじゃないかな、結構進めるんじゃないかなそう思いたい。でも関根さんもいつか8秒で、いやでもすごい、いや8秒、そっか、そこまですぐ倒せるようになるんです ね、みんな何秒なのかな最短、ちょっとそういうのも教えてほしいな。面白い。そしてお次なんですけど、はい、サンズリバース指揮官からも、いただいております。ありがとうございます。アズレンチンプレイコープレイ、自分はこの動画を送らせていただきます、はい、自分のアズレン愛、そして高尾愛の結晶、エクストラステージ高尾短期チャレンジです。愛が感じられる動画なんじゃないでしょうか。またエクストラステージ、エクストラステージ見てみましょう。また多分別の、ね、エクストラステージなんじゃないかなと思うんですけど、曲が、うん、曲がもう強いもんな。うわ、あ、早速高尾が渋い、角舞が
そうやっぱハムムは駆逐艦だから動きが早いというか、タコちゃんはちょっと従順だから重めな感じ、だからちょっとそこのところをでも愛で乗り越えるのがすごいなと思いつつ、やっぱ結婚衣装なところ見事だよね、愛を感じるよね、結婚衣装で戦闘させる、そう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 行け俺の嫁いやーすごいな、すごいすごい、これどうやって避ければいいの、空母のスキルをてかスキルを使う時のデメリットっていうか、なんか私キャラの立ち絵をね見るのは好きなんだけど、弾が見えない時があるの、確かに確かに、うわーってなるわーわーすごい、え、これ避けれる、え、ここの隙間を塗って、隙間を塗って青いのが来るからさらにそこの隙間を塗ってって感じよね。この蝶々さんはシナノっていうキャラクター、自分のキャラクターのスキル、そうそうそう、倒せちゃった、すごい、すごい、なんか見てて楽しかった、全然飽きなかった、すごーい、愛だな、愛だな、終わりですか、なんかまだまだ動画来てたんですけど、はい、いっぱいもらったんですよ、他にもエクストラチャレンジ送ってくれてる方がいて、うんうんうん、結構見応えがあったからまた見たいなと思ったんですけど、ちょっとお時間だね、はい、状況は終わりということで、はい、ということで皆さんたくさんのねお便りとか動画ありがとうございました、ありがとうございました、はい、ということでチンプレイコープレイはここまでです、はい、以上アズレン指揮官のチンプレイコープレイ延長戦でした。アズレンナビゲーション、アズレンナビゲーション、そろそろお別れのお時間になってしまいました、はい、番組では指揮官の皆さんからの投稿をお待ちしています。メッセージの宛先はアズナビアットマーク温泉 .ag まで送ってください。番組ページの投稿フォームからも送れます、はい、そして番組公式ツイッターも稼働中です、はい、普通お便りコーナー宛てのメッセージはツイッターでハッシュタグアズナビをつけての投稿でも OK です、うん、そしてアズレンからのお知らせです。大型怪奇イベント賭けよ壁界の吹き風が開催中です、うん、生放送でもいっぱい紹介したね、いやちょっと楽しみだな、ね、早くやりたい、山風海風ちゃんが、いや欲しい、いますよ、欲しすぎる、私はね結構海風ちゃん割と刺さってるのよ、ちょっと私もいろいろちょっとその子のこと知ったら、そう、変わるかもしれないですね、もっと好きになっちゃうかもしれないね、好きになっちゃうかもしれないです、どうしようか、楽しみですね、楽しみですね、 ね、 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 その他にも新規着せ替えやさまざまなキャンペーン開催中ですので、ぜひご確認ください。はい、ではここで指揮官の皆さんから送っていただいたイラストをご紹介していきましょう。はい、じゃあまずは阿久津指揮官さんからいただきました、こちら、はい、おお、アズレン4周年おめでとうございます。そして千歳と千代田の実装1周年でもありますね、最高に可愛い2人が関根さんの美しいお声で生まれてきてくれて本当に良かったです、うわー、ありがとうございます。これが美しい声なのかな、今のはちょっとちょっと疲れが出てたね、ちょっと疲れたかもしれない、ね、でもエドリッチちゃんに、はい、ラフィーちゃんにチョホちゃんに我々の推しの子たちを書いてくれてる、嬉しい、千代田が抱きしめてるよ、可愛いよ、抱きしめてるよ、いや分かる、めっちゃ解釈の一致です、チョホちゃん解釈の一致でしょ、チョホちゃんはこうなんですよ、こう逆の千代田の立場になりたいんだけど、こう抱かれちゃうの、この子は抱っこされちゃうの、うわーって顔してんのが、この顔好きって言ってたからよね、絶対、あ、そうだ、この顔好きなんですよ、憎いね、指揮官の、いや、いい、いや、いい、ラフィーちゃんもいいし、ラフィーちゃんはおっとりしてるように見えて、やっぱ上に乗っかってくるタイプ、確かに、あっていう、はいって言って、あ、かわいい、長野さん、もう一回ありがとう、はい、ということで続いて、はい、真っ白指揮官さんからいただきました、はい、こちら、嫁館のドイッチュ、そしてアズレン4周年おめでとうございますといただいてます。これドイッチランドの着せ替え衣装なんですけど、ドイッチさんはねちょっとね指揮官に対してもモテ遊ぶというか S っ気がたっぷりなところがあるんですよ、とても私の好みの子なのでね、いつか関根さんにもプレゼンしたい、私と M さんって逆の、でもちっちゃい子が好きっていうところは一緒なんですけど、私はさらにプラス の, お好みがあって蔑ませるのられるのも好きっていう、
私はなんかそのチャンホーちゃん、うん、特にそうなんですけど、そのもうみたいな、なんかこうなんとかでしょとか言っておきながら、結局そうじゃないんですよ。なるほど、結局私の中で私の手の上 で、 コロコロ、確かに確かに、っていうのがいいんですよ。私逆にそれないのよ。確かに、なんかだからもうって言われてもうんうん可愛いねみたいな感じでフラットな気持ちで受け止めちゃうんだけど、確かにそこはない。あ、じゃあいいコンビですね、うん、私たち。そうかもしれない。ってこと、私蔑まされるってことかな。ありだな。続いても、ミン指揮官さんです。ありがとうございます、はい、こちらをねえアズルレイン4周年おめでとうございます、ね、涼しくなり秋の訪れを感じます。今回アズナビらしいイラストとのことで、関根瞳画伯の謎生物と秋だけに狐が化けた、狐が憑依したユニコーンちゃんを描きました。あの謎生物ゲーム内に実装してほしい。怖い怖い、やっぱり今回ここでね、あの家具の実装ができるということで、実装のね、あの流れがもしかしたら来るかもしれませんよ。ちょっと運営に確認して NG か OK かはちょっとね調整させてください。NG っぽいな、これはこれ NG っぽいな。でも絵はめちゃくちゃ素敵だな。ユニコーンっつってこうキツネが胸触ってるのが面白いね。このユニコーンちゃんかっこキツネはいいな、面白い、下心満載だぞ。ありがとうございます。最後に、はい、くじゅうなる指揮官さんからいただきました。ありがとうございま す。初めて投稿させていただきます、はい、アズールレーンを始めてから数年が経ち、今もまだ熱が冷めません、はい、運営様たちの素晴らしいイベントや企画、そしてキャラクターたちをこれからも楽しみにプレイさせていただきます、とのことです。かわいいな、かわいい、かわいいな。こんなに胸大きかったっけ、かわいい。いや、やっぱピンクっていいですよね。ピンク、ね、ピンクっていい。この俺が幸せにしてあげたい感がすごい出てきました、私。いいな。いい、なんか太もももいい。頭撫でてあげたい。いやー、ハートもいい。だってこの衣装じゃ絶対支えきれないですよ、この部分。このね、この部分。この部分は、太陽は。だってこの薄い布でどうやってっていう。ね、この太陽ちょっと大きすぎて絶対凍れちゃうよね。眩しい。やっぱでも私が支えてあげなきゃ、太陽のこと。そういう、うん、そういうことか。そういうことだと思う。はい、ね、こんな感じで指揮官の皆さんからのイラストお待ちしてます。ハッシュタグアズナビを創作をつけてのツイート、もしくはメールアドレスにてご投稿お願いいたします。またサムネイルでも紹介させていただく場合や、ツイッターの場合、番組公式ツイッターより DM を送らせていただきます。 DM をお送りできるように番組ツイッターをぜひフォローしてください。たまにね、フォローしてなくて DM 送れないってことがあるんですよ。 なのでぜひぜひ皆さんフォローお願いします。お願いします。はい、ということで今回の放送をお送りしてきたんですけれども、生放送の感想だったりとか、盛りだくさんだった。いや、楽しかったですし、でも結構そのキンキンで生放送だったから、うんうん、私結構もう入り時間から頭パヤパヤでちょっと死んでたの。そう、でもなんかね、関根さんと話したら元気が出てきて、あ、よかったです。結構いつも通りのラジオだったかなと思います。確かにゲストの方とかね、来ていただくことも結構多かったりしたので、なかなか2人っていうのもね、ちょっと久しぶりかもしれないね。意外と久しぶりだったりして、とても楽しかったですし、皆さんメールとかね、結構すごく送ってくださったりしてありがとうございました。はい、ということで、それではお別れのお時間です。お相手は関根ひとみと運営 M でした。バイバイ。アズレンナビゲーション、この番組はヨースターの提供でお送りしました。あっち向いてホイ、あっち向いてホイで反射神経を鍛えよう。矢印と違う方向を向いてね。それじゃあ行くよ。せーの、あっち向いてホイ。結果はどうだったかな。来週もまた見てて。